今ちょっとそのコメントとか見ても結構日本バッシングっていうか日本なんで遅れてるんだみたいな話が多かったんで、なんで遅れてるかなって話と、まあなんでアクセス状況が違うのかって話をざっくり今日今できればなと思うんですけど、物、薬、医療サービスと薬とか医療機器に対して私たち国民がアクセスできるっていうのは、それぞれのその医療システム、ヘルシステムですね、がすごく関わってくるんですよね。で、その制度っていうのは国によって本当違くって、その国の文化、歴史とかその国の今のニーズに合わせて作られているものなので、例えば主体が政府なのか宗教なのかチャリティーなのかとか、じゃあ財政は誰がマネージしているのかとか、中央集権がマネージしているのか民間がやっているのか、日本みたいに社会保険なのかアメリカみたいに民間と自己保険、自己負担でこう賄っているのかとか、本当にいろいろ様々なんですよね。でそういういろんなこうシステムのを回しながらも、じゃ医療の質っていうのをどういうふうに担保していくのか、で有効性とか効率性もすごく大切だし、アクセス性っていうのもすごく大切だ。多分フィンランドとかイギリスとかっていうその予防だったりとかにフォーカスをしているところっていうのは、国民全員に平等な医療を提供したいっていうような思いが国はあったりとかしていて、だから質っていうのはもしかしたらちょっと下がるかもしれないけれども、平等性でみんなにそれなりのベーシックのヘルスサービスは提供しようよって国が多かったりとか、でも例えば日本とか、まあ、特にアメリカとかはそうですけど、有効性とか安全性、必要性とかもう本当質の方の方をフォーカスしてしまうと、その医療を受けられる人と受けられない人っていう差が出てきてしまうっていうのが現状なんですね。でちょっとその制度の比較をしてみました。で日本のことは皆さんよく知ってると思うんですけど、これ、日本は国民皆保険っていうのがあって、では負担はしてなくて、まあ、全部ちょっと入ってるんですけども、社会保険っていうその保険制度ですよね。毎月私たち払ってるお金と、私たちが勤めている会社が払ってるお金と、あとそれぞれ地方の、区とか県とかがお金を出し合って保険を作って皆さんにそれをこう配っている。で3割負担、私たちがこう病院行った時にマックスのその上限はあるんですけども、だいたい3割負担してますよねっていう。でこれ知らない方も多いと思うんですけど、日本の医療機関ってほぼ8割9割方民間なんですよね。国がやってるところが少なくって、だからそこがここ日本の面白いところなんですけど、民間なのでやはり病院っていうのは売り上げっていうのがすごく大事になってくるんですよね、うん、なので支払いモデルっていうのは出来高払い方式って言って、さっき、ね、最初にゴミちゃんがその説明してくれたみたいに、診療報酬っていう点数が全ての、医療行為だったりとかプロダクトに点数がついてあって、その点数をどれだけ集めることができるかで病院の売り上げが変わってくると。なのでその例えば、歯科医とかに行くときにちょっと行って、はい次また来てくださいねとか言われることあると思うんですけど、話されてねあれはもう点数稼ぎですよね、完璧に。で、薬の薬価収載、薬 の, あの値段の決め方、あとちょっと後で話すんですけど、厚生労働省ってところがちゃんと決めていて、でさっきあかねさんがちょっと話したけども、その決め方っていうのは基本的には治療目的の薬しか薬価収載されないんですよね。予防とか美容目的には薬価収載されないので、例えばこう、美容でちょっと目の手術したいとか整形だったりとか、なんかそういうのっていうのは全部自由診療っていうフルフルで私たち払わなきゃいけないですよね。それがまあ国によってちょっと違いますよっていう話で、イングランド、イギリスの場合は全て税で賄ってるんです。で医療機関自体も全部ほぼ公的医療機関なので、あんまり売り上げ関係ない。で国がバジェットでその地域ごとの病院にこれぐらい今年使っていいよっていうようなバジェットを提供してるんですよ。だから日本みたいにこうなんていうのかな、伸びしろがないというか、今年はここまでしか使っていけないっていうのが決まってるから、できるだけ薬価も診療にかかるお金も下げなきゃいけない。だから薬価自体も競売に分けたりとかして、安くっていうようなシステムになってるんです。アメリカは逆に全部民間なので、ほぼシステムがちゃんと一つに まとまってないのがアメリカの特徴で、保険機関だったりとかによって全然異なるっていう、薬の値段も診療の値段も全然医療機関によってすごく異なってしまう。でフィンランドの場合は、ね、
今日は金さんちょっと調べてもらったんだけど、多分日本とイギリスのハイブリッドなのかなって私は見ていて、保険の財源自体は日本と同じような介護保険なんだけれども、医療機関は公的でバジェット式っていう感じだよね。そうです。ただ公的医療機関はめっちゃ待ち時間が長かったりとか、歯医者さんが3ヶ月後になっちゃったりとか、なのでちょっともうすぐに例えば治さないといけないとかっていう人はお金を出して私立の病院に行く場合もあります。